聞いたから。ここ聞いた。どう？今日は気合入ってる。おお。そう。めっちゃ楽しいみたいな。おお。何やってんだって。はい。っていうことで。はい。どういうことですか？ちょっと待って、お前、君たち。はい。いいですか？いいです。当時ちょっとね。はい。絶対防ぎようのない作戦を教える。これはリスクを伴わない。いいですか？はい。これはホーム。はい。はい。ファーストセカンド。これサードベース。はい。で、こうキャッチャーがいます。はい。で、これピッチャーがいます。ね。三塁手がいる。はい。ショートがいる。セカンドがいる。はい。ファーストがいる。はい。ね。で、ランナーはここにいます。はい。一三塁。一三塁。はい。まあワンアウトもしくはノーアウト。ノーアウト。はい。ね。バッターがいます。はい。まあ両どっちにいてもいいや。はい。ね、ここで考えられる作戦は何だ。まあ一つとしてはスクイズ、うん、まあスクイズだ、はい、まあセーフティースクイズ、セーフティースクイズ、まあいろんなパターンありますけど、一塁ランナーだけ走らせてのエンドランとか、うん、あるね、いろいろ考えられる、はい、いろいろこう考えながら守ってるわけだ、はい、ね、はい、でもエンドランだったらライナーの確率が、うん、ゲッツ、はい、走らせたの、はい、まあこれはなんていうの、これなんだっけプッシュバントですか。プッシュバントでセーフティースクイズ、わー、忘れてるもん、忘れることもあるやん、はい、セーフティースクイズ、セーフティースクイズ、はい、でもそれらの作戦っていうのはみんなリスクを伴う、でもこの 1,3 塁で防ぎようのない作戦が一つだけあるんだよ。なんだ、もう全く防ぎようがないんだよ。一つはアウトに取れるよ、はい、多分、はい、一塁に投げれば、でも点を与えてしまう、でも点は当たれたくないって言ったら防ぎようがない。このバッターがどういうことをすればいいと思う。はいはいはい、犠牲フライ、まあそれは打てば、ね、そういうことじゃないってことですか。じゃあこれはね、ほとんど使わないんで、俺なんで使わないのかなと思うんだけど、教えようか。ちょっと悔しいですね最初からバントの構えをしとく、はい、でこのバッターどうする、バントするの。バントするもあり、まあボールだったら引く。セーフティースクイズの最初からバントを構えてるバージョン。惜しい。じゃあやっぱ限定があるじゃない。じゃあピッチャー前にバントやるのか、一塁側の方がいいのか、サード側の方がいいのか、どっち。でもこれ前進でも一緒だよ。でも前進だったらこれ走らせるかな。でもゲッツーは取りに来てる、はい、ここはバックホームに備えてる、はい、その時の作戦で見てる人はもう分かってるかも、これバカーンと思われると本当に電波走れないと絶対守れない。もうね、教えようがない、守る体型とかを。じゃあ言うぞ、はい、ここにバントを転がす、ピッチャーは取りに行く、サードは出てくる、ショートはこっちに入る、はい、セカンドはこっちに入る、はい、ファーストは前に出ながら戻るかも、はい、バントによってはね、はい、そしたらここにボールが転がったとするじゃん、はい、で三塁手がここに来るでしょ、ランナーここまで来れるんだよ、だってショートは入れないから、はい、そしたらこっから一塁に投げたらもう入れるんだよ、ホームに、はい、だからサード側にバントをすればいいだけなのじゃん。そしたら点をやりたくないって言ったら投げない、投げれない、あ、なるほど。そしたら戻ればいい、ではベースカーブがいないから、はい、でピッチャーもどっちか取らない方が慌てて戻るんだったら慌てて戻れ、そうなったらこのバッターランナーは生きるという、はい、守りようがない。なるほど、自動的に満塁を作れるという、そうケースによっては、ケースによってはね。でも1点やってもいい、1塁投げたこれじゃ1点いただける、はい、だから送りバントでサードにコントできるだけの技術があれば何のリスクもしょうがなくて満塁になったり1点取ったりできるんだよ。だからその作戦をなんで僕は使わないのかなって。だからピッチャーでも1、3塁の場合があるじゃない、はい、ありますね。そしたらサード側の練習ばっかりしとけ、バントの構えして、だからバントの構えっていうのは正解なんだ。あ、このランナーを送るだけなのかなって思うじゃんピッチャー、はい、でもそうじゃなくてサード側に転がしたらこれは必ず出てくるから、はい、三塁手が、はい、でピッチャーと取りに来るから、そしたらここまで来れるって、ボールの位置のとこまで、はい、ランナーがでファースト投げたらここは入る、だから防ぎようがないんだ。面白いでしょ。面白いです ね、 ね、こういう作戦があるということ。高校野球でも送りバントって盛んじゃない、はい、でも一三塁でこういうバントを仕掛けるようなことがあったらいくらでもなんか広がっていくという、チャンスが、そういうことです。おー、なるほど。これを放送した後に各地でみんな一斉やりまくってたかもしれません。まあ練習しとかない、練習しとかない、この場面になったらねこの場面でまあ一応参考にね、いやこれありですね、確かにありです。守りようがないから、守りようがないです、ね、そうですね。これショートがこっちに行く場がいないから、確かに、だって絶対ベースにこうやって回るわけだからね、はい、あれを、まあ、参考にしてください、はい、すごい面白い。